こんにちは、おたです。モーさん、今日フィールドスタイルの日なんですけども、はい、モーさんのところに遊びに来たら、なんか重大発表があるっていうふうに聞いたんですけども。そうなんです。まだどこにもまだ出してないネタなんですけど。はい。何があるんです？何だと思います？また新車を作るとか？それはそれでね、あるんですけども。はい。そうじゃない。じゃない。何でしょう？実は。はい。バカでかい。はい。お店を出すんです。お店を。お店を。今三重県と、うん、厚木の方に。神奈川のそう。ありますよね。はい。今度はどちらに？三重県なんですけども、はい、新しく鈴鹿市に出します。それは移転っていう格好ですか？今の都の店は、そのまま、はい、車の車両を作ったりとかそういう場所になるんですけど、今度は新しいところで販売とアフターサービスとか、あといろいろお客のサービスをしようと思ってます。鈴鹿にできる新しいお店っていうのはどういったことをする場所ですか？びっくりしますよ。店内でだいたい15から20台ぐらい並べて、疑似体験、いわゆる体験体感ができるキャンピングカーのショールームを作ろうと思ってます。ももさんのところの特別なやつは、はい、はい、めちゃくちゃ広い土地がいるんだよね。そうなって、めちゃめちゃ広いです。2300坪です。2300坪？はい、めちゃくちゃでかいです。野球ができるレベルの、いやもう、はい、広さですよね。はい、そんな場所が鈴鹿にあったんです？あったんです。新しくということは、ダイレクトカードさん専用のキャンピングカーショーを5月にやってるような場所。そうですね、もう毎日がキャンピングカーショーで中で、そのだからただ車が置いてあるっていうだけじゃなくて、自分がキャンプしてるイメージとか宿泊してるイメージとかもできるようなお店で、天気が悪かったらそのお客さんがあんまり来なかったりとか行きづらいとかあるんですけど、じゃなくて天気が悪くても中でゆっくりこう見れるっていう、そういうところが一番のメリットかなと思います。すごいです、はい、すごいです。はい、で工事に時間がだいぶかかります。かかりますね。今年の秋に出します。もうじゃあ数ヶ月先じゃないですか？そうですね、だから7、8、9、4ヶ月から4ヶ月前後ぐらい。もうあっという間ですね。はい、もう工事入ってます。すごい。もう入ってます。で、そこでできることっていうのは、やっぱりそのさっき言われたようにキャンピングカーの体験だったり、はい、購入であったり、はい、まあ、いろんなことできると思うんですけども、はい、そんだけ広かったらまだ他のこともできるんじゃないですか？そうなんです。今考えてるのは、はい、専用のパークを作ろうかと思って。パークっていうのは敷地内に泊まれるスペース、ええ、ただこれはなるだけそのご購入者様にこうサービスできるような、まあ、ご購入者様限定の特別のそういう宿泊パークを設けたりとか、あとやっぱりキャンピングカーでペット連れの方も多いんで、まあ、ドッグランもちょっと作らないといけないなと思って。おー、はい。であとやっぱり私たちも体でやっぱ駐車場がね、よく言うと狭いとかどこなのとかあるんですけど、今回40台ぐらい車を止められます。今のお客さんの駐車場がゆっくりと。なるほど、なるほど、はい、そういう形で考えてます。じゃあ購入者限定の RV パークみたいなものを作ると。もうまさにその通りです。おー、で、はい、そこは、はい、おトイレ渡りするんですか？もちろんトイレもシャワーも、今ちょっとコインランドリーとかいろいろコインランドリーもお金入れたかないですよ。うちでのやっぱりサービスの一環として考えております。素晴らしい。はい、要はその今まで購入されたお客さんも対象ということ。もちろん、だって旅の寄る場所にしたいんですよね。ただ車を売るとか買うとこじゃなくて、旅の一環にあそこでちょっとゆっくり無料ちょっとしたりできたりとかくつろげるっていうところが、やっぱりこの車旅、キャンピングカーで僕一番大事だと思うんで、関東の方も九州の方もうちももうやっぱりたくさんのお客さんいらっしゃるんで、寄ってもらいたいなというふうに考えております。すごい、はい、お客さんがスッと寄れるような場所に、はい、もう北海道から九州まで私のお客さんもいらっしゃるんで、まあ、日本一周旅の途中に、あ、今度新しいスポットに寄ってちょっとくつろいでいこうかなとか、そういう形にしていきたいなと思います。すごい、はい、しかも料金はゼロです。すごい、ゼロです。はい、お金いただきません。ちなみにちょっと聞きたいんですけども、はい、僕も今回ダイレクトカーズさんでお車を購入してもらうじゃないですか、はい、僕はどうなんでしょうか？もちろん0円です。です、無料です、はい、ありがとうございます。ぜひ1号
で使ってみてください。おお、はい、じゃあオープンしましたら、はい、ぜひ僕も利用しに行かせていただきたいと思います。ぜひ自分のキャンピングカーで来ていただいて使っていただいてって、はい、またお願いできればなと思います。わかりました、はい、ということで、じゃあモモさん今回は自動発表というのはもうやっぱり新しいお店ができる、はい、でそこでは購入者限定のアルビパックがある。あ、それとあとごめんなさい、うちキャンピングカーのレンタカーもやってるんで、レンタカー借りた方も別にそこは使っていただいて全然大丈夫です。あ、すごい、はい、ご購入者とうちでやってるレンタカーを借りてちょっと行くとこないなだったらもううちのパークで泊まっていただいて結構です。すごいですね、はい、そんなこともいいんですか。はい、大丈夫ですそんなすごい発表があると思うんですけども、はい、もしかしたらまだもう一つサプライズがあるんですか。はい、オープン限定モデルを出します。おお、はい、それはスペシャルな機能がついたりとか。もう、はい、バッチリなものを用意してます。あ、本当ですか。はい、ありました。その場合の情報はじゃあまたそのダルクカーさんの YouTube チャンネルの方で、はい、見ていただければと思います。詳しいオープン分もまた後日発表します。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube チャンネルどんどん情報上がっていくと思いますんで、皆様ね、ぜひねチェックの方しておいてください。僕もね、オープンの初日の方にはね遊びに行きたいなというふうに思います。はい、こんな感じですかね。はい、はい、ジャンボさんの続報を楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます